どうも本能の小物釣り師です。今回の釣りは、金沢市から、ちょっと北にある海岸線一帯を、回ってみたいと思います。この季節8月の下旬になって海水浴場のシーズンが終わりましたので、夏の間人が泳いでいた砂浜で、投げ釣りをすることができます。というわけでやっていきます。ひとまずここに来ているのは高松海岸という金沢の市街地から20キロぐらい北にある海岸でございます。道の駅高松というところからすぐです。ここで最初の投げ釣りをやってみたいと思います。ちょい投げで挑んでみます。こんな感じで遠浅ですが、ちょい投げいけるでしょうか。それではやってみたいと思います。さて釣り方はいつものちょい投げ釣りです。竿がエギグロットの 2.5m、 道糸が PE の 0.8号、 で力糸 PE の2号をつけております。重りはジェット天秤の8号をつけまして、針がキス針の6号、餌は、生きた砂利目石子貝を買ってきました。ここでちょい投げをやって、こんな感じで、さびいて、竿でさびきながらリールを巻きながら、少しずつこちらに寄せていって釣っているところです。飛距離は50メートルあるかないかぐらいです。こんな感じで遠浅なので、釣れるかどうか、本気投げの釣り竿よりもかなりこうレンジが狭いので、その辺がちょっと不安材料ではあります。ただしあんまり無理して本気投げでやるのもあれかなと、もう今後の釣り人生はちょい投げ一本やりでいいのかななんて最近思ってます。ちょい投げで釣れる場所、釣れる季節、釣れる魚を狙いましょうという、なんとなくそんな感じで、悟りを開いたというか、達観したというか、めんどくさくなったというか、そんな感じでございます。ちなみに当たりはなかなかないです。こんな感じで寄せてきているのですが、当たる気配なし。こういう時は、2、3投してダメなら、すぐに場所変えるという、そういうやり方がいいのかなと思っているところです。こんな感じでしばらくさびいていきます。実は最初からここに来る予定はなくて、本当は能登の方に向かっていたのですが、今日波がこんな感じで穏やかなので、これから秋になるとこう西風が吹いてくる日が、多いので、西風北風ですか、そうするとこっちが、金沢加賀川の海岸が結構波っぽくなることが多いので、穏やかな日ということで、貴重な日ということで、こっちの能登でもこう外裏側というか加賀川の海岸にこっちに引っかかってしまって、こっちで立ち寄っているところです。これで釣れなかったら単なる間抜けでございますが、という感じです。ちなみに魚がかかるまであと1分ありますので、ちょっと喋りをやめて、海の音をごゆっくりお聞きください。それでは動画機を終わります。
続きましてのポイントは千里浜渚ドライブウェイです。いわゆる一つの普通車で入れる砂浜、車横付けで投げ釣りができる砂浜です。その中でも今浜口から入ってすぐのところでやってみたいと思います。ここ他の場所よりも砂浜の幅が広くて釣りやすいんだろうなと思って見ていたんですが、竿を出したことはないです。というのは、特に6月頃のシーズン初め頃に行くと、特に早朝竿の放列になっていて、まるで長篠の合戦のような状態で、なんか入る隙間がない感じで、ちょっと遠慮していきたいなという雰囲気になっております。ただ今日切ってみると、釣り人ほとんどいなくて、ここで投げられそうなので、せっかく来たので、ここ空いてるので記念に投げていこうかということで、ここで竿を出してみたいと思います。さて釣れるでしょうか。Thank you.